気配、音、いや、匂いか。うまく説明できないが、なんとなく感じる違和感。隣の竜馬だ。前から来るか、それとも左の尾根を抜けたか。来た。逃げられたようですね。全然見えない。映らない？カメラに。見えないね。よう見えとるよ。見えてる、ガンカメラじゃ多分映っとると思うんだけどね。ネック狙います。いきます。入るかな、これで。ちょっと待ってよ。いいですか、撃って。撃ってもいいです。はい、じゃあ行きます。罠猟の止め刺し、師匠の罠にかかった鹿の止め刺しを行っていました。私も罠の免許を取ってもうすぐ1年なのに、実は未だに罠で一頭も取れていません。罠2年目こそ取れるようになりたいですね。今日は地区の猟友会の巻狩り、竜馬に着きます。竜馬はいろんなやり方がありますが、私の地区では大体の場所を尾根や駅ごとに締めて、あとはどこに着くかは個人の裁量で決めています。まずは通しの位置や他の竜馬の位置をよく確認しておきます。以前はできるだけ近くで遭遇できることばかり考えていましたが、師匠から見えたら距離は関係ない、いやわしゃ撃つぞとお教えいただいたので、狙撃ポイントまで20メートルから50メートルぐらいになるように切り替えてみました。近い。来るか。来ないようですね。がその時隣の竜馬から山さんが歩いてきました。なんかあったのか。玉切れしたので自分の本命の投資をどうぞということでした。巻狩りに慣れていない山さんにはこの後危ないので、巻狩りの最中に持ち場を離れてはいけないことを伝えましたが、せっかくなので一緒にハイグラウンドに移動することにしました。
先ほどまでは半分以上ヤマさんから逃れた鹿を狙うような位置でしたが、今度はダイレクトに本命を狙います。ただ群れの多くはすでにこの周りを3回に分けて抜けたらしく、残っているとすればわずかでしょう。群れの最後に単独で動くとすればでかいオス、まだ残っているかどうかも怪しいですが、警戒して損はないでしょう。風、その中に枝の音、気のせいか。出た。三段角だ。狙い通りの投資だ。即打て。迷うな。もう一度打て。逃がすか。打て。回り込め。今日は地区の巻狩りだ。これ以上みんなにうちはあんまり取れないなんて言わせたくはない。いた。まだ動いている。まだ油断はできない。数日前に同じような場面でナイフを持って近づいたら走られた。もう一発入れて確実に仕留めよう。大切に、慎重に様子を見ながら、さあとどめだ。三段一刀仕留めました。